取りました。一塁そのまま入ってアウト。9番バッター清水、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。改めてお聞きします、バッターボックスの清水、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、ボールにバットを正面からぶつけていくような打撃が特徴のバッターですね。なるほど、そうですか。またファウル、これが4球目。真ん中打ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ。この回ファイターズ三者凡退です。8回終わって0対0、両チームまだ無得点です。小宮山さん、今日は素晴らしい投手戦になっています。ファンからの熱気も伝わってきますよね。そうですね、もう本当にしびれる展開なので、まあ最終回どうなりますかね。目が離せないですね。ここもファールです。打ちました、取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスは9番松本。前の打席はフォークをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。ファウルになります。お気をつけください。打ちました、セカンドが取る、ツーアウトになりました。打順はトップに帰って梶谷、ツーアウトランナーありません。空振り、2球目は何で来るか。ファウルになります。これはバット出ず三振です。スリーアウト、チェンジ。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。0対0、両チームまだ無得点です。頑張ってあげないとね、ピッチャーかわいそうですよね。そうですね、奮起に期待したいですよね。鋭くついてきました、ボールになります。高めのボール打った、上がりすぎたか、ここは打ち上げています。落下点に入ります。抑えてワンアウト。バッターの杉谷、ここ5試合で打率は2割を切っていますが、西さん、ちょっとバットが湿ってますよね。試合前もね、ちょっとフォームを気にしてましたからね。なるほど、そうですか。抑えた、一塁アウト。打順は3番横尾、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、センターフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。打った、セカンドの右、取った、一塁アウト、これでスリーアウト。この回ファイターズ三者凡退です。9回終わって0対0、両チームまだ無得点です。10回の表ベイスターズの攻撃、バッターボックスには2番下園、今日はまだ当たりがありません。三遊間抜ける、下園、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。さあ、ここでベイスターズダイソーを送ります。ファーストランナーはフロスト、長打でランナーが帰れば先制です。打席には3番バッターフォレスター、ヒットでランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これでワンヒットで先制されてしまいますね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば先制、先制のランナーが三塁を回った、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。ベイスターズ均衡を破りました。1対0、ファイターズさらにピンチが続きます。
小宮山さん、当然相手のことを考えると警戒していたんでしょうけど、ここまで調子が良かったんですけどね、まあここからですよね。この後しっかり抑えてほしいです。この場面でタイムリー、非常に痛い失点となってしまいました。さあ、そして打席には筒香が入っています。さあ、なおもピンチが続きます。この流れで追加点を許してしまうと厳しくなってきますから、ここは一度引き締めてほしいですね。なるほど、そうですよね。ファイターズ、ここでピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がるのは石井。さて西さん、バッターの筒香、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。いや、彼は左の方が断然いいですね。珍しいタイプですよ。ああ、そうですか。いや、今のはちょっとヒヤッとしましたね。そうですね。いい当たりだ、抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ追加点を挙げました。2対0になりました。ファイターズなおもピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですね、厳しい展開になってしまいましたよね。ここで非常に痛い失点となりました。さあ、そしてバッターボックスには西川が入ります。さあ、なおもピンチの場面。この流れで追加点を許してしまうと厳しくなってきますから、ここは一度引き締めてほしいですね。なるほど、そうですね。西さん、この石川対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左は特に苦にしてません。ここは決まりました。見逃し三振です。まず一つアウトを取りました。打席には6番バッターロペス。ファイターズ、この回2点を失っています。さあ、ついに得点を許し、なおも得点圏にランナーを背負います。さて西さん、バッターのロペス、変化球打った。サードが抑えた。一塁アウト。ランナーは変わらず二塁です。小宮山さん、ピッチャーの状態なんですがやや疲れを感じてますかね。そうですね、球数自体は多くないとは思うんですけど、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。西さん、この荒波対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左は全然ダメですね。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回ベイスターズついに均衡を破りました。2対0ベイスターズ先制です。ベイスターズ10回の裏、ベイスターズに選手の交代がありました。ショートのフォレスターに代わりまして、日本ハムファイターズ最後の攻撃になります。バッターは中田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ファイターズ真ん中打ちました。センターに大きな打球、伸びていく。どうだどうだ、センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあ、ファイターズチャンスの場面を迎えています。次がホームランの期待できるバッターなんで、一気に同点もあり得るかもしれませんね。うん、そうですよね。まあ、そして彼はこういった逆境でよく打ってくれる印象がありますから、期待しているんじゃないでしょうか。バッターボックスのレアー、今シーズンの得点圏打率は2割ちょうどとなっています。クリーンアップを任されるんでした。強い当たり、ショート取った。三塁タッチもセーフ。ショートのフィルダースチョイスになりました。チャンスが続きます。もうここで詰めておかないと厳しくなってきますんで、ここもしっかりつないで得点してほしいですね。なるほど、そうですよね。真ん中破った。ファーストランナーセカンドバンで三塁に向かう。サードランナーホームイン。ボールが中継、同点のランナーが三塁を回った。これはどうだ。ファーストランナーのホームイン。ファイターズ追いつきました。2対2、試合を振り出しに戻しました。
ただきましょう。この大事な場面で貴重な同点打を放ちました。いい流れがね、そろそろ来てると思いますよ。これで両チームの得点が同じとなりました。ここでピッチャーが変わります。一打サヨナラの場面でマウンドに上がったのは三上。変わりまして、三上ピッチャー、三上背番号35。バッターボックスには7番岡。ファイターズこの回2点を入れています。さあ土壇場で試合を振り出しに戻し、なおも一打サヨナラのチャンスを迎えています。さあここもつないでいく、これは詰まった、高いバウンド、一塁へ、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。しっかりランナーを進めましたね。さあそしてこのチャンスで打席には8番の石井入っています。ここは歩かすでしょうか。バッターとは勝負しないようです。ここは敬遠策を取ります。まあここは歩かせてくる可能性が高いですね。ここは勝負を避けました。この敬遠でランナー1塁3塁となっています。さあそしてバッターボックスには清水が入ります。さあチャンスがつきます。もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですね、はい、バッターボックスには代打の中島。さあ兄さん、なんとかサヨナラに持っていきたいですね。もう意地で作ったチャンスですからね、ここで決めたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。初球打ち、ショート正面、掴んだ、タッチはアウト、ツーアウトです。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。抜ければサヨナラという場面でしたが、ビッグプレーでサヨナラを阻止しています。もうこれは相手の守備を褒めるしかないんですけど、惜しかったですね。打順は1番に帰ります。バッター西川。ファイターズこの回2点を入れています。さあ土壇場で試合を振り出しに戻し、なおもサヨナラのチャンスを迎えています。次が3球目、ストレート打った、ショートが抑えた、一塁送球、内野安打になった、これで3安打猛打賞。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。そして打席には杉谷が入っています。さあチャンスが続き満塁の場面、まあ決めればサヨナラですからね、この流れで決めてほしいですね。なるほど、そうですよね。3球目は何で来るか、あっと外れた、これはナイスボールですね。さあバッター追い込まれています。外のボール打った、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト、なんとかサヨナラのピンチを切り抜けました。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。しかしこの回ファイターズ貴重な得点が入りました。10回終わって2対2、ファイターズ同点に追いつきました。これから11回、ファイターズに選手の交代がありました。11回の表、ベイスターズの攻撃、バッターボックスは1番、峰井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ファイターズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の宮城。
最初はストライク。2球目も決まります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス松本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。宮西、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った、ライン際フェア、フェアです。一塁蹴って二塁に向かう、二塁へ送球する、バッターランナーは二塁到達。これで2試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく引っ張られてツーベースヒットとされています。いいバッティングされましたね。さあファイターズ、勝ち越しのランナーを置いた状況となっています。この場面の1点は大きいですから、勝つためにはしっかりしのぎたいですね。なるほど、そうですね。まあ、ただ左バッターは苦にしていない印象ですから、ここはうまく